楽天は1日、武藤光輝投手、30、大塚直人氏投手、22、育成契約の片山博氏投手、30、と、伊藤亮大内野手、28、に、来期の選手契約を行わないことを通告したと、発表した。武藤は2011年ドラフト1位で楽天に入団。15年には、初の開幕1軍入りを果たし60試合に登板。 今季は一軍での登板はなかった。片山は、宝徳学園から5年高校生、ドラフト1位で楽天入団。15年には、左肘いを理由に、野手転校したが、再び投手に戻り、その後育成契約となった。